となあり、また賭博したのがバレて FA から起訴される。公式サンドロ・トナーリは今シーズン初めに50件の賭博をしたと判明し FA から新たに起訴された。それは2023年8月12日から10月12日までの間の出来事だった。トナーリはイタリア滞在中の賭博違反によりすでに10ヶ月の出場停止処分を受けていた。トナーリ、ギャンブル依存症じゃん。トナーリ選手引退ですか？トナーリ、もうおしまいよ。トナーリこのままサッカー界から消えたらおもろい。トナーリさん、ミランでとは言わないんで、せめてサッカーしてるところ見せてもらっていいですかね。イタリア協会から出場停止処分食らったのが10月26で、トナーリが最後に試合出たのは10月25。FA から訴えられてるのは現時点ではニューカッスル移籍後の8月12から10月12に対象期間なので、出場停止期間中の賭博ではないんだな。今回の FA の件はそういうことですね。トナーリが移籍してからバレるまでの2ヶ月間の間の話です。いやいや余罪あったけど黙ってたってことでしょ？もっとやばくねそれ？トナーリよ、ギャンブル依存症って大変やな。トナーリ全然反省してないなぁ。やっぱり完全に一平依存症だったのか。ミラン英断だったな本当に。トナーリ終わったか？一平行ってしまったのか？トナーリが J リーグ来ることになったら通訳は水原しかいないよね。サンドロ一平トナーリ。